はい、じゃあやっていきたいと思います。ワンチャン今日中に終わんのかな。もうずっとやってりゃ終わるかな。新しい行動が発生しました。おう、増えた。ガチャリ、できるだけ全部見たいっすね。あ、おはようございます。よう、ういー。確か今日ってお前の誕生日だったと思うんだが。あ、ほうなん。寿司くれ。誰かに祝ってもらえそうなのか。とかなんとか言っちゃってるが、自信ありって顔してるぜ。かー、羨ましいな、おい。いや、梅原君に祝ってもらえるだけでもうね。寿司くれ。こりゃ俺からのプレゼントは必要なさそうだな。マグロくれ。何くれ。彼女のプレゼントがあれば十分だろう。トロサーモンくれ。あ、炙りトロサーモンくれ。まったく隅に置けねえな、この子ど。梅原君、いい友達ですね。マグロくれ、まあ、ないのかな。プレゼントを届けに来るならこの時間だと思っていたんだが。あ、察し。よっしゃ、それじゃあ俺から大胆にも誕生日プレゼントを送ろうじゃないか。何が飲みたい、言ってみろ。あ、ドロリ濃厚ピーチ。水道水ならなんとおかわりし放題だ。さあ行こうぜ。何もなかったぜ。ありがとう梅原くん、後で寿司くれ。ててん、何やら。これはまだできんと。ラブリー先輩、超多いぜ。その時行けるやつは縦揺れになるのかな、こんな感じで。いたずら書きが絶対に犯人を探し出す。至高のお嫁さん VS 究極のお嫁さん。何それ。これ面白そうだな。これ行くか。お前らおもろいことやっとるの。なあ、ウェイ。掲示板に人だかりができてたんだけど、あれって何なんだ。ああ。推薦入試か。なるほど、そう言われればそんな時期だな。せやな、もう冬かね。今中3とか高3の方々は大丈夫です。俺の動画を見なければ合格する。進路が決まっちゃえば、あとはのんびり過ごせそうだな。まあそうだよな。もうていうか、もう ほぼもうあれだよな。あとは祈るのみって感じじゃないですかね。ね、よかったよかった。え、そうなのか。どの辺だ。医大じゃねえや、医学部。そう。もうすげえじゃねえか。なんだよ、あまり興味ない感じだな。おい、よく考えてみろ。お医者様だぞ。ほう。あ、ひょこって。ってことは、塚原先輩のところに向こうへ行けば一生食べさせてもらえるぜ。クソ野郎だこいつ。お前も食べさせてあげなよ、あのマグロとか。いや、響ちゃんはね、絶対ね、二人になるとね、あの弱いとこ出してくれる子だぞ。わかんないけど、俺の中の響ちゃん株すげえかんな、今。間違いないね。あ、森島先輩は進路どうするんだろう。あ、
すっげー見えやすいステルスが発生しているわけだが、相当焦ってるだろうな。だってさ、もしお前が先に進路を決めたら俺は焦るけどな。なるほどな。なんでだよ。うん、だいたいさ、森島先輩も可愛いけどちょっと頼りないよな。あ、せやで。いやいや、ちょっと顔芸。さっき理由を聞いて納得したけど、最近塚原先輩が笑ってる姿が増えたよな。あ、普段ちょっと近寄りがたいイメージの塚原先輩が見せる笑顔、グッと来ないか。来まくる。だろ、普段から全開で緩い感じの森島先輩と、普段はきちんとしてて時折優しげになる塚原先輩、どっちがいいと思う？なんでさ、ラブリーになんか恨みでもあんの君は。親の仇かなんかですか。それにさ、森島先輩この前も買い食いしてたから、結婚したらすぐに太るかもしれないぜ。あ、かわいい。どうしてそう言い切れる？局部的にあれだよ、膨らむんで大丈夫なんだよ。そういう体の作りなんで。塚原先輩みたいに運動もしとかないとやばいんじゃねえかな。なんでそんなボロクソなん今日。いつも可愛いって言ってるじゃねえか。呼ばれたな。今通り過ぎるときすげえクンカクンカしてただろ。それじゃお先。この BGM である。梅原死んだわ、うん、何？別に気にしてなんかない。これは良くないな。ただ君も響きの方が、ぐ、いや違うんですよ。あの響き先輩、あのルートがそうです、そういうことが言いたかった。そうなんだ。ラブリーちょっと太ってもラブリーだよ。まあ別に私はいいんだけど。かわいい。やだな、別に気にしてないって。うん、じゃあ私教室に戻るから、バイバイ。お疲れ様です。うん、ええー、の梅原くん、なんだったんだろうね、あれね。究極のお嫁さん、いたずら楽器。いや、梅原くんでしょ、どうせ。違うんけ。行ってみますか、じゃあ。行くか。いや違うでしょ、わざわざ2年の教室に来て。花地王子の、いや花地王子は多分、あら、どうしたの？あ、噂の響きちゃん、どうです。もしかして遥を探しに来たのかな。ぐへへ。一応って、はは。え、落書きが？ははは。ごめんなさい、それは多分私のせいね。え、実はね。あー、なんかあったんだな。
最近あの子とすっかり仲良しみたいね。そうかな。ついにハルカも覚悟を決めた？何言ってるのよ。結婚するとかじゃないんだし、覚悟も何もないわよ。へえ。いい友達。何よその目は。だいたいあの子が勝手に懐いてるだけなんだからね。ぐへへ。そうなんだ。そうよ。それは迷惑よね。少し嫌がらせでもすればすぐに逃げていくんじゃない？え？嫌がらせ？ほうほう。ほら、猫とかって一度いたずらしたりすると二度と近づいてこないって言うでしょ。近づいてこない？ああ。ええ。迷惑してるなら思い切ってそのくらいしてみたら？響ちゃん、この子ド S だわ そんなあなたも好きです。あ、うん。あれ？やっぱり嫌なの？そんなことないわよ。見てなさい、あの子をきっちりしつけてくるからさすがはるかね。まあ頑張って。え、早速行ってくるわ。響ちゃん楽しそうやな。ということがあって、それで落書きをしたんだと思う。うん。はるかったら本当に面白い子よね。それにしても嫌がらせが落書きとは。ええの。そうね。まあもともと他人に嫌がらせなんてしたことないから、何をしていいのかわからないんだろうね。できないだろうな、性格的にも。ここから先は私の想像だけど。ん？ええ、きっと。確かあの子の机はと、あ、ここね。このカバン見覚えがあるわ。ほう。ああ、いいからいいから大丈夫。すぐに出ていくからほっといて。さーて、嫌がらせといえば落書きよね。まずはダックを描いちゃおうかな。あら、かわいい。ダックンだけじゃなんか寂しいな。クマさんも描こうっと。うわー、いいじゃない。我ながらかわいい。画伯ですわ。アイアイ傘も描いちゃおっと。いいわね。完全に嫌がらせっていうかバカップルじゃねえか。可愛いですよね。名前も描いちゃおっと。だ、はるか。あれ、これって嫌がらせになってる？なんか違う気がしてきた。まあいっか、楽しかったし帰ろ。気分やだ。こんな感じなんじゃないかな。でしょうな。高校3年生にもなってあいあい傘だなんて、はるからしいと思わない？ええですね。そうだよね。あ、でも君は驚いたよね。ごめんね。いえいえ。なるほど、そうやってハルカを虜にしたんだ。ちょっとだけ分かった気がする。グフ。かわいいわね、ほんと。響ちゃんまで。すげえかわいいよな。増えた。さてと、これは放課後。これは、あ、そっか、今日出たやつか。ちょっとじゃああれっすね、アタックいきますか。
よし、頑張るぞ。ノース。何してるの？うむ。そっかそっか。じゃあさ、私と少しお話でもしない？いいでしょ？喜んで。ウィー。本当に？そっか。そうかそうか。しょうがないな。ありがとうございます。なんでもない。ねね、何のお話する？世間話は死んだ。運動とかどうでしょう？プーン。すごい話？ぐへへ。え？え、あ、うん。ごめんね。うん。やべえ、最近ヒントが出ねえ。どうしよう。食べ物とか。死んだ。これはいかん。聞いてほしいことがあるんですよ。わお、どんなお話なのかな。カクカクしかじか。うんうん。すいません。やべえ、転落人生、転落人生ですわ。ニュー。難しいですね、このゲーム。い、色気？色気か。うん。あ、ちょっと乱れたちょんまげとかは結構色っぽいかな。ちょんまげ。え？一般的でしょ？最強。間違いないです。ラブリー、マジラブリー。どうすかね、これ。これもう一回。通った。うん。指輪か。もらったことないけど。ワンチャンありそうですけど。そうね。やっぱり嬉しいかな。込められた意味もあるだろうけど、いつも身につけていられるものだし。おお。参考になりまくりングだな。行くか。オッケー。いい流れだぜ。ね、ねえ。はい。すげえ、今素のハイが出てしまった。あの、お願いがあるんだけど。はい。靴舐めますよ。はい、大丈夫っす。また剃らせてくれない？癖になっているダメかな。そんな目で言われたら。けど何を？ツルツルなんだろう。ああ、うん、本当だ、残念。そうだな、とりあえずじゃあ他の部位で。まずじゃあ眉毛からいこうか。ん？どれくらいかかるかな。どれくらい、何ヶ月ですかね。そっか。君の足の毛が早く生えますように。あ、どうに注されたんだ。おまじないのキス。生える。2日ぐらいで生え揃う。早く生えるといいね。すげえ会話だな、でも。頑張ります。うん。とりあえずあのわかめとか昆布を食おう。足にされたのか。チクチクチクってなったっしょ。他のなんか強制イベントだ。その他。さて、そろそろ帰るか。うん。誕生日か。
ちゃんとジュースおごってくれたんだ。家まで着いてしまった。ラブリー。バッドエンド。あ、そう、イエス。やっほー、ラブリー。ちなラブリー来たよ。ラブリー来なかったらもうバッドエンドだったよね。うん、驚いた？そっかそっか。うん、水泳部の2年生に君と同じクラスの子がいるの。その子に住所を聞いちゃった。あ、ありがとうございます。君を驚かせたいから頑張っちゃった。頑張りまくりングですよ。大成功ね。それじゃあバイバイ。え、寄ってってくださいよ。あ、はい。ダメだよ、そこは呼び止めないと。ってこら。乗りツッコミだ。バイバイじゃないよ。びっくりした。素だった。なんで謝るの？君って面白いわよね。あら、言うわね。言うようになったの。うんうん、いいのいいの。ああ、いけない。君と話していると楽しいから用事を忘れちゃいそうになっちゃう。はいはい、これどうぞ。ん？ハッピーバースデートゥーユー。おお。え、あれ、私もしかして日付間違っちゃった？おお。なーによ、そんな顔しているから不安になっちゃったじゃない。もう泣いてしまえ。あ、ほら、開けてみてよ。あ、いいんですか？レンゲと箸かな。おう。うん、ラーメン好きだったよね。おう、さすがご存知で。これでまたラーメンプレイをしましょう。うんうん、これならたくさん使ってもらえるかなって思ったから。あ、いいね、ありがたいね。喜んでもらえてよかった。うん、もういいわよ。ラブリーの誕生日を知りたいの。え、そう？そんなに思い出してくれなくてもいいわよ。ラーメンが伸びちゃうでしょ。これはもうラーメン生活だな。うん、私もこんなに喜んでもらえてよかった。それじゃあバイバイ。ありがとうございます。バッドエンド免れた。ん？どうかした？あ、あごめん、駅ってどっちに向かえばいいかな。送ってあげよう。送り込みになってしまえ。かわいすぎる。あ、もう、あんまり笑わないでよ。そんなことないわよ。え、いいわよ、悪いから。悪くないんですよ。もう、またそういうことは。はあ、早くしないと置いてっちゃうからね。
道わからない。かわいい。ああ、かわいい。やばいな。ありがとう。いえいえ。ああ、いいゲーム。実行されました。うぃ。スパン。ねしししし。お？プレゼントもらえてよかったね、ニーニー。ありがとう。これもらえなかったらミヤちゃんなんかしてくれんのかな。えがったえがった。じゃあ一旦切ります。